道内では札幌市で4人、旭川市で7人の合わせて11人が新たに感染しました。亡くなった人はこれで23日連続で確認されていません。旭川市は市内中心部のカラオケ設備のある2つの飲食店で、先月から続いていたクラスターが収束したことを発表しました。